少量のお湯で作るホットタオルの作り方を紹介します。災害時にお風呂に入れない時にこのホットタオルを使って体や髪の毛を拭くことができます。熱湯を使いますのでやけどには十分気をつけてください。用意するもの、タオル2枚、お湯が入れられるコップ、紙コップでも良いでしょう。熱湯 100cc 程度、紙コップ半分程度です。ビニール袋、レジ袋でも良いでしょう。作り方のご説明をします。ビニール袋に穴が開いていないかを確認します。タオル1枚をビニール袋に入れます。扇子折りにすると取り出しやすいでしょう。紙コップ半分ほどのお湯をタオルにかけます。熱いのでやけどに注意をしてください。ビニール袋を閉じて乾いたタオルで包み、軽く揉み、なじませます。十分なじんだらビニール袋からタオルの端を持って取り出します。熱いので気をつけてください。肌に触れられる温度かどうか確認して使います。これでホットタオルの完成です。このホットタオルを乾いたタオルの中に入れて首に巻くと気持ちがよくリラックスできます。タオルはかなり熱くなるので注意して使いましょう。とても簡単ですよ。